2018年3月29日17時6分特集、貴乃花親方理事会発表事項について話す八角理事長イコール東京都墨田区、撮影、加藤圭介、拡大、日本賞。ナグ協会は29日、東京、墨田区の両国国技館で理事会を開き、協会に反発する行動を続けた貴乃花親方、45、イコール元横綱に2階級降格処分を下した。委員から年寄りになる、親方衆の序列で、年寄りは再雇用者の参与を除いて再開。日本相撲協会の八角理事長、54、イコール元横綱北東海イコールは貴乃花親方について、地面に仕事をしてくれて、組織人として改めてもらえれば、とエールを送った。元横綱春馬富士、33、の暴行問題に端を発した一連の問題が終結することになる。が、真摯に受け止めて協会一丸となって進んでいきたい、と気を引き締めた。今、あなたにおすすめ。